と、まあ、なんか、関東圏内ではあんまりそんなに、なんか天気が悪いとかそういうのはなかったんで、よかったのかな、みたいなね。でも、なんか、関西とか、北陸ですね。北陸とか、うん。他県では、なんか雪が降っただの、どうのこうのっていう風にね、言って、いろいろね、競馬とかで、なんか、レースが中止になりましたとか、なんかね、聞いてました。今日も、活動報告したいと思います。さいたま市の、健康マイレージ、目指せ1日8000歩というプロジェクトです。まだまだ、募集人数、募集人数を集めています。もし興味のある方、概要欄を参照してください。で、今日何歩歩いたかっていうと、今日っていうかもう日、順に過ぎてるんですけど、1679歩。やっぱりね、休日、外出しないと、こんなもんですかね。しかも、休日、外で歩けばいいんですけど、家の中で勉強とかしてるとね、こんな感じ。だから、前にも言ったんですけど、会社で、パソコンに向かって仕事をしてる人は、本当に歩かないんだなって。だからなんかね、肥満が増えちゃったりとか、いろいろね、そういうのに関わってるのかなと思います。で、今日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。では、失礼します。